キャラ何で行くんだろう、ワクワク。キャラ何で行こうかね。まあ、無常でもいいね。無常でもいいし。俺、なんかね、ぶっちゃけ何でもいけるね、これ。お前、月の川公園っていうマップで決めるんだったら、あれやな。マップで決めんだったら、無常だけど、まあ、編成的にはあんでもいけるかな。どうしようかな。鬼没無常でいける？いや、いけるやろ。初手最初一撃入るかな、俺。初手祭祀。まあ、骨董はちょっと論外かな。応援団かな。狙うなら。さあ、やっていきましょうか。マップは月の川公園ということで。まあ、初手マップ決めていこうかな。これは。対戦よろしくお願いいたします。な、なんか初手バレてんねん、これ。謎に。これどういう思考で初手バレるんやろ。普通か暗号機触らん？俺だけ？これ、暗号機触るのって。俺だけなんかな？いた倒してくれない。まあ、骨董巻き込みつつかな。そしたら、骨董の方行くでしょう。は？マジ？マジか。まあ多分ね、そんなリスクのある乗り越えしないと思うんだよね、ここ。だよね、一発入るよな。OK？ まあここ、鬼没でダウン取っちゃって。で、ここフラホ警戒しつつ、一発入れると。まあ、これは大事ですね、フラホ警戒。多分もう月もないだろう。ギリ取れれば、ギリ取れれば結構勝ちある。が、取れるかどうかですね。ロヘどこ？あ、わからん。いた。オッケー、肘当て2個使ってくれた。オッケー。2個使えば十分じゃないの？ぶっちゃけ。2個使えば十分だと思うけどな。で、終点応援団はまだ回してるから。あれ誰だろう。あれ傭兵かな。わからんな。え、応援団終点からわざわざ来る？来ないよね。傭兵か。ああ、うますぎ、これ。これ、うまくない？ちょっと。いや、うんま。完璧じゃないですか、これ。もうコットン殴ってくれ、もう俺のこと一旦。いよいよ、いよいよ殴れ殴れ、どうせもがかれる運命なんだ。
でもがかれにしてもさ、もうちょっとさ、ギリ届かない。2個か。ここ守れるかな。まあ守れるかなっつっても傭兵だけだしな。あと、回すとしたらどこ。傭兵騎士会とか入ってないでしょ。骨董商騎士会入ってんのかな。まあ入ってるわけないよな、ダウン取ってないし。捨てちゃうかこれ、めんどくせえから。一旦ね。お、良さげなのでは。OK、 絶対使ってくると思ったから。さあこれで傭兵はもう騎士官入ってるでしょ。多分もう起き上がれないから、あと応援団か骨董師を狙えばいいだけなんだけど、応援団無理じゃん。あ、これあと7秒後に飛ぼ。5、4、3、2、1、今かな。あー、バレてる。なんてこったい。えらいね、ちゃんと見てんの。どこ飛ばしてんねん。ここ。最悪。どこも回しねえんだよな。傭兵も回復されてないしね。え、これどこ回してんの。終点、あれ傭兵しか入ってたっけ。入ってるよね。え、わからん。もうつろ、わからんから。怖いわ、怖い怖い。傭兵多分しか入ってるはずだけど、あんなに堂々と回されたらちょっと怖いから釣っちゃいます。 OK。あとはこっち側ケアしつつ、いた。オーケー、ダリでした。うわ、この試合うま。完璧。白黒の、白黒でもいいけど、アンでしょこれ。アン S はもう負けたら、ちょっと、あれするわ。負けたらまたちょっと白黒使うけど、ちょっと負けるまで使わせて、アンチャレしたい。アンチャレンジ。これさ、前ここら辺にお見せされたんだよな。いないか、今回は。出たー、ここの隠密、すごい嫌い。わかんないもん、どこにいるか。いたー。見ました、見ました。発見しました。発見しましたよ。オッケー、完璧。やべさ、この、これ強いのよ。
あんちゃんも。あんちゃんやっぱ強いのよ。ちょっと待って、画面が暗い。あ、でもマックスやった。え？どこ？わ、しかもこれ、微妙に、微妙に噛めない位置やめて。ここで、あれ使いたくないんだよな、興奮。まあ仕方ないな。まあいいでしょう。わあ、この耳鳴り誰？オフェじゃない。そこ回してんのか。ゴーンゴーン。まあ、正直その殴りはマジありがたい。ちょっともう一。邪魔ー、めちゃめちゃ邪魔です、君。モノペリさん、邪魔です。でも、ここも合ってる場所じゃん。ここさえ守ればいいんじゃないの？なあ、ここ守るんだったら、ここ、あれかな、釣りたくねえな。どこだろう。だよね、向こうだよね。逃げんの早いな。うわー、下手。バリ下手で草。うまいね。どうしよっかな、これ。二点回しってわけでもないしな。守りきれないか。いい音鳴ってんね。攻めた。向こうに釣るか、どうしようかな。いや、向こうだな、これ。ここで付けさせよう。ああ、これが得策だと思うな。OK。おや？崩したんじゃない？これ。崩れたんちゃう？これ。え、崩れてね。いや、これ崩れてね。オッケー。いや、威嚇のタイミング完璧。完璧すぎ、今の。あー、うん、ま。アン S です。これがアン S ってやつかもしれませんね。え？もうどうしようもないでしょ、サバ。これに関しては。え？何の耳鳴り？ロボ出てんな、これ。これは、これは大先生でしょ。